皆さんこんにちは。キープディスタンス滝野チャンネルの滝野です。今日は10月の23日土曜日ということで、ちょうど西日に向かって今走っておりますけれども、土曜日のソニカをお送りしたいと思います。今日はですね、土曜日のソニカと言いましても、ソニカのここがお気に入りっていうことではなくて、ですね、まあ、今13万5千キロぐらい走っているのかな。最近寒くなってちょっと気になっている、エンジンのメカニカルノイズのこととかですね、以前にお話したアクセルの踏み方にちょっと工夫を今してみているって言ったお話のその後の、状況とか販売とか、その辺、ここ最近の気づきとかですね、思ったことをちょっとお伝えしていきたいというふうに思っています。まずですね、ここ最近ぐっと寒さが、答えるようになってきましたけれども、ですね、今この私の個体ソニカは、走行距離が13万5千キロ超えぐらいですね、今ね。で、前回のオイル交換から、ですね、もう900キロぐらい走ってるんですけれども、しっかりとエンジンが温まっているときについて言えばですね、もうこの上ない滑らかさ、多分今が一番いい時なのかもしれませんね。本当にですね、高速の流入路合流車線ですね、上り坂にもかかわらずちょっとベタ踏みするとですね、後半アクセルを戻したくなるぐらいの加速を見せますよね。これだけのやっぱりね、ちょっとね、加速を見せられると、まあ、先々ターボがブローしたとしても、タービンだけはやっぱりちゃんと新品を買わなきゃいけないかなと思うぐらいのいい加速を今してくれています。ただ反面ですね、やはりこの距離走ってきているということもあって、冷感時ですね、朝、まあ、エンジンをかけて、できる限りしっかり暖気はしてから出ていくんですけれども、温まるまでの間、もしくは走り出して、そうですね、数キロぐらいかな、はやはりですね、メカニカルノイズが結構します。で、具体的にね、タペットの音も多少はするんですけれども、基本的にやっぱりこの KF エンジン独特のっていうか、その多分ヘッド周りの首振りの音だと思うんですよね。首振りというほどまでひどくはないんですけども、ちょっと特徴のある、ピストン周りの音なんだろうと思います。しっかり温まってさえしまえばですね、その音も消えますし問題はないんですけれども、最近ね、ちょっと気がついたんですよね。今みたいにもう温まっている時には全く音はしないんですけれども、ですね、暖気運転の時に、アイドリングにお任せしっぱなしっていうのが、どうも良くないというかですね、そこで一工夫するべきなのかもしれないって最近思うようになりました。というのが、ちょっと何回か覚えてないですけどね、暖気運転の時にエンジンかけて、まあ、ファーストアイドルでアイドルがちょっと高くなっていて、その間に雑巾洗ったりとか窓拭いたりとかいろいろやってるわけなんですけど、まあ、一通りのことが終わったら車に乗り込んでから、少しカチャ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 言ってるエンジンアイドリング音に対してですね、軽くアクセルに足を乗せるんですね。なので、まあ、100回転から200回転くらいこうアイドリングを上げるようなイメージですよ。そうすると、その、温まりきらないまだエンジンの、メカニカルノイズがスッと消える領域があるんですね。どうなんでしょうか、1000回転前後ぐらいなのかな。で、極力その辺を使って、暖気運転を進めるようにしています。あんまりね、その暖気運転中といっても、気持ちいい音じゃないんですよ。なのでその音が消えるような踏み加減で、まあ、窓拭き終わったりとか、ウォッシャー、ウィンドウォッシャーのタンクの補充が終わったりとかですね、一
通り作業が終わったら、ごめんなさい、運転席に乗り込んで軽くアクセルを、まあ踏むまでもいかないですね、アクセルに足を置いて、足の重さで少しアイドリングを上げるっていう感じでしょうか。そうするとその嫌な音がしないところでアイドリングがピタッと安定するので、その状態でしばらく温めてから走り出すという感じですね。なのでもう現代の車は、フュエルインジェクションのためにキルキルってエンジンかけたらあとほったらかしてても、まあ、エンストすることはほぼないわけなんですけども、いつの間にかそれに慣れてしまってたんですよね。昔の車であればその一番アイドリングが気持ちいいところで安定をさせて、それで短期運転というのが当たり前のことだったんですけれども、それをちょっと思い出しつつ最近はこの季節があり、寒い朝の中は短期運転をするようにしています。あとですね、なんて言うんでしょうね、前回お伝えしたこのアクセルの踏み方ですね、これね慣れてくると本当いいんですよね。今多分ね、乗ってる間に多分 6,7 割はかかとを奥に入れて足の裏全体でアクセルを操作するような感じに、徐々になってきています。以前のようにまあつま先まではいかないですけど、つま先のもうちょっと下の部分でこうアクセルを踏んでいたものを、あまり意識せずともかかとがしっかり奥に入っていて、足の裏でこう全体の足の重み全体でアクセルを操作するような感じに今なってきていますね。でこれがですねだいぶ馴染んできたんですけど、これが相当ねあの CVT との具合がいいです。あの相性がいいんですね、このアクセルの踏み方っていうのが。ご存知のように私ミラバンとこう並列して乗ってるわけなんですけれども、ミラバンのですね、いいところっていうのは3速 AT のレスポンスと、ですね、やっぱりあの平成13年頃のレシプロエンジンのレスポンスの良さ、それが相まって本当に機敏にシュッ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 と走るんですね。そのようにソニカも走らせたいなと思ってこのアクセルの踏み方を考えるようになったんですけども、なんて言うんでしょう、そうやってソニカを走らせるようになるとですね、駐車場に停まります。そうやってソニカを走らせるようになるとですね、なんかまあ、ミラバンのまた機敏な走りとはちょっと違うんですけれども、まあ、ターボエンジンのトルクを生かしつつ CVT のこうなんて言うんでしょう、こうトルコンの滑り具合とのマッチングの良さっていうか、本当にね、いい具合な走りをするように、本当にこうスー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 、このスースーの時に今まではつま先方面で方面アクセル踏んでいて、その踏むのとスースーのレスポンスの遅れが気になってて、CVT たるいなとか思ってたんですけども、この足の重みでグッとアクセルを踏んでいることで、なんて言うんでしょうかね、先に踏み込んでるような感じ、極端に言うと。なのでまあその CVT とかエンジンの、ある程度の遅れを予想して先にアクセルを踏んでいるような感じとも言えると思うんですけどもね。でこれが今 6,7 割はそういう運転ができるようになってきたので、かなりこうミラほどじゃないにしてもですね、街中の低速での、人や自転車や電信柱をかわす時のこの動きがすごく乗りやすくなりましたね。これは引き続きちょっとブラッシュアップしていきたいかなと思っています。これはこれで一度またこれだけで一回ちょっと動画撮りたいなと思っているんですけれどもね、そのお話と、あとですね、最後に最近ちょっと気になっていたのが、流行りってこう繰り返すじゃないですか、何事も。でその繰り返す、まあ、車で言えばデザインですよね。まあ、車内のデザインとか、
車自体のスタイリングとかいろいろデザインはあると思うんですけれども、ですね、あちこち毎日こう客先で止めて車に戻るときにソニカを見ているときに、あ、やっぱりこういうデザインってもう一回戻るんじゃないかなって最近ふと思うんですね。で、このソニカぐらいの車高の車っていうのも今多分ミライースぐらいしかないと思うんですけれども、アルトになるとちょっともうちょっと背が高いんですよね。なので、1500を切っている軽自動車のセダンっていうのがまた先々ね、スタイリッシュ系で出てくるんじゃないかなって最近常に思っているんですよ。まあこの辺はぜひ皆さんの意見も聞かせてほしいんですけども、そうするとソニカの新型、まあ名前はソニカじゃないかもしれないですけれども、いわゆるスペシャリティ系の、車っていうのがまた出てくるのかなっていうふうになんとなしに思っている最近なんですよね。はい、ということで今日の土曜日のソニカは、そういうちょっとテーマの違う3つぐらいの話をお届けしてみました。今日はこれからちょっとセブンでご飯買って食べたいと思います。それでは皆さん、どうぞ良い週末をお過ごしください。また次の動画でお会いいたしましょう。キープディスタンス、滝野チャンネルの滝野でした。バイバイ。